左から、マーセデス・マッケンブリッジ、ウォルター・バーク、ジョン・アイアランド、オール・ザ・キングス・メンは、ロバート・ロッセン製作、監督、脚本の1949年製作の、アメリカ映画。ロバート・ペン・ウォーレンの小説、すべて王の真の映画化で、野心家の地方政治家が、権力欲の虜となって自滅していく様を描く、後派のドラマ作品である。第22回アカデミー賞で、 作品賞、主演男優賞、助演女優賞の3部門を獲得した。また、2006年には、同じ原作小説に基づく、同名映画が公開されている。語り手である若い記者とスタークは地旗になる。スタークは、腰たんと当選を狙う、田舎の政治家志望者だ。ある講演をきっかけにのし上がってゆく。アカデミー賞受賞作品でありながら、 1949年当時、連合国軍占領下の日本では公開されなかった。アメリカにおける政治腐敗を描いた作品であるために GHQ の指示で公開が見送られたと言われる。日本国内では27年後の1976年9月になって岩波ホールで初めて公開された。ロッキード事件での田中角栄元首相逮捕と偶然に時期が重なったため、 映画の内容がまるでそっくりと騒がれたという、ありがとうございます。